この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。30歳、匿名さんからの質問です。はじめまして。いつも動画やイラスト楽しく拝見させていただいております。質問なのですが、絵を描くのが本当に好きで、物心つく頃には絵を描いており、絵を職業にした今でも仕事絵も趣味絵も大体毎日描いています。絵を仕事にしているし、 SNS のフォロワーさんも満単位でいます。かなり長く活動しており、私の絵をいいねと言ってくれる人もいます。しかし周りはすごい人ばかりで、昔から知っている人はどんどん有名になり、人と比べて自分はと思ってしまい、描くのが辛くなることも多く、もうこんなに辛いなら絵を描くのはやめたいなと思うのですが、どうしても描いてしまいやめることもできません。こういう絵なら喜んでもらえるのでは、人が多い時間帯に投稿してなど、 SNS で評価が伸びる方法もたくさん試しているのですが、思うように絵も伸びず、自分なんてと毎日毎日思ってしまい、褒めてくれる人の言葉も受け取れず、せっかく褒められているのにその言葉を受け取れない自分自身に自己嫌悪して苦しくなることが多いです。人と比べてもしょうがない、人気にならなくてもいい、長い目で活動しようと思っているのですが、どうしても人と比べてしまって、自分なんてこんなもんだよな、何をしても無駄という言葉が頭をよぎります。こうした葛藤はあるものだというのも、絵の職業についている上にフォロワーさんも満単位でいる、好きと言ってくれる人もいるというのに贅沢な悩みだというのは重々承知しています。しかしこういう葛藤がもう少し少なくなれば、もっと楽しく活動していけるのになぁと長年悩んでしまっています。こういう葛藤を乗り越えて、もっと苦しくならず辛くならず、人の言葉を受け取れ、長く楽しく活動していくコツや考え方のようなものはあるでしょうか。長々とすいません。これからも斉藤先生の活動を応援していますとのことです。匿名さん、ご質問ありがとうございます。匿名さんはフォロワー数万人、絵も職業にしていて、そして収入も絵で得られていて、仕事絵も趣味絵も毎日描かれている、そして SNS 投稿すればいいねをつけてくれる人はたくさんいるということなので、この質問は一言で言うとこういうことだと思います。神絵師にはなれたけど、でも周りが超強強神絵師ばかりで自信を失ってしまう。どうやって自信を回復回復したらいいの？まあ、正直ね、このお悩みを聞いて多くの皆さんは、は？なんだよその悩み。悩みっていうか、ただの自慢じゃねえか。そこまで恵まれた状態なんだったら、むしろ楽しいだけだろ。贅沢なこと言ってんじゃねえよ。そんなこと言ったら、俺なんてな、俺なんてなとか思ったかもしれません。まあ、気持ちはわかりますが、落ち着いてくださいね。というのは、もしかしたらね、この方のような神絵師と呼ばれるような状態になることって、多くの人にとって憧れかもしれません。神絵師になったら、みんなからチヤホヤされて、絵で稼げて、毎日楽しくて、悩みなんて一つもないんじゃないか、そんな感じがするかもしれませんが、それ完全に間違ってます。いや、あのですね、この質問者さんの質問を読んだだけでも、匿名さんの能力の高さってすごく伝わってくるんですよ。フォロワー数数万人、絵を仕事にしていて、そしてなかなかうまくいかない時ですら絵をついつい描いてしまうなんてね、もうそれだけですごい才能なんですよ。でもこんな方すら周りと比較して、自分のできなさに自信を失ってしまうことがある。プロってそういう世界なんですね。いや、僕だってね、そういうことめっちゃあります。あ、なんかすいません。一応ですね、まあ、僕もその神絵師というか、まあ、自分で言うのもちょっとおこがましいんですが、まあ、神絵師の端くれとしてお答えさせてください。いざね、そういう立場に自分でなってみても、もうびっくりするぐらい悩みは絶えないわけなんですよ。っていうか、悩みはっきり言ってもう増えてるかもしれません。でもね、一応僕は20年以上プロの絵描きとして今までやってこれているので、そんな神絵師ひしめき合う戦場を生き抜いてきた一人の絵師として、僕がどうやって、そしてなぜこの世界を長年自信を失わずに戦い抜いてこれたのか、匿名さんの質問にお答えしていきたいと思います。この動画を見ていただければ、あなたがもし将来神絵師になった時、同じような悩みに苛まれてしまって自信を失いそうになった時、どう対処すればいいのか知っていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それではもう結論から言っちゃうんですが、僕もですね、匿名さんと同じように周りと比べてしまって、そして自信を失
失ってしまうこと、ぶっちゃけよくあるんですよ。そんな時に僕が意識していることは、心の中に自信の柱を3本立てるということです。1本目の柱は成果の柱、2本目の柱は収入の柱、3本目の柱は能力の柱です。順番にお伝えしていきますね。心に成果の柱を打ち立てる。まず最初に僕がした方がいいと思っていることが、心の中に成果の柱を立てることです。僕はですね、1年の最後にこんなメモを残すようにしているんですよ。今年やったことリストですね。ちょっと上から見ていってみましょう。1月、本の出版イベントのために勇気を出して、つくし明人先生に声をかけた。2月、YouTube チャンネル登録30万人達成。3月、本の出版うまく書くの禁止。4月、マリン船長にモノマネされた。5月、歌をリリース、コンセントレーション。6月、イラスト夏合宿のための鬼の添削月間。7月、イラスト夏合宿、動画、週4から5本投稿。8月、本出版、もったいないイラスト添削講座。9月、大阪のカードゲーム屋さんの看板を書いた。10月、イラスト1枚600万円で売れた。11月、YouTube チャンネル登録80万人達成。そして12月、自費出版、イラスト最速上達法、予約開始から2日で完売。はい、まあね、これを見ると2011年も俺頑張ったなーって思いますね。いや、ここまで何か特別なことはなかったよっていう人もですね、別に自分の中でこれを頑張ったっていうことがあればそれを書けばいいんですね。ポイントはですね、この月に何にもなかったなーって一瞬思いかけたとしても、無理やり何かを思い出して書いてみるってことです。例えば1月と6月見てください。本の出版イベントのために勇気を出してつくし明人先生に声をかけた。で、まあ僕の中では一応かなり頑張ったことなので、あくまで僕の中では大事件でしたが、だからといって履歴書に書けるようなことかと言ったら、まあそんなことはないわけです。あと6月もね、イラスト夏合宿の準備期間でしたから、この期間は仕込み時期でした。何か特別華々しいことがあったかと言ったら、そんなことはないわけですね。でもこれを見ると意外に他の成果が出た月よりも、うわー6月はすっごい大変だったけど俺頑張ったなーってね、心から満たされた気持ちになるんですよ。そうなんです、僕にとって一番満足できる価値の高い瞬間って、目立つ成果を上げた月よりも一見地味な1月6月だったりするんですよね。とこのように僕は毎年1年の最後に、よし今年はこんなことやったぞっていうことを具体的に書き出して、目に見える形でメモに残しておくということをやります。これ何をしているかっていうと、最初に言った成果の柱を立てているわけなんです。自信を失いそうになっちゃった時に、このメモ、成果の柱を眺めることによって、俺よくやったなってね、自信を取り戻せるわけなんですね。表立って成果が出ていない作品の仕込み時期だったり、成果を言葉にしづらかったら、10月はこんな絵を描いた、12月はこんな作品っていう風に絵を並べていってもいいと思います。これは結構効果的で、今は匿名さんが言うように SNS を通して人と比べてしまって、あの人と比べたら自分は何もできていなかったななんてね、頑張ったことがあったのにもかかわらず何もなかったかのように思い込んでしまうことってあると思うんです。でもこうやって自分でやったことや頑張ったことを見える化しておくことで、ちょっとへこんじゃった時にこのメモを見れば、いや俺はこれだけのことをやったんだ、自信を持っていいはずだってね、気持ちを立て直すことができるんです。まあ僕はですね、1年の最後にこれをやることが多いですが、その月の最後に1ヶ月の成果をまとめてみるっていうこともありだと思います。ぜひ自分がやったことを目に見える形で残しておき、成果の柱を心の中に立ててみてくださいね。心に収入の柱を打ち立てる。ただね、人によってはこういう人もいると思うんです。最近忙しくて絵の活動はうまく頑張れなかったな。だから出せた成果ってまあそんなにないかも。まあ、僕もですね、最近では個人の活動に注力できていますが、約10年前はどうだったかというと、もうひたすら仕事。頼まれたことをやるので精一杯で、今年はこれを成し遂げたぞって胸を張れる成果ってなかなか出せていなかったんですね。そんな時に心の拠り所にしていたのは2つ目の柱。収入
入の柱です。僕はですねここ10年ぐらいやっていることの一つに、さっき紹介したような箇条書きのような形で月収のメモを残しているんですね。あ、これ別に税金の計算とかとはまた別なので、そんなに正確な数字じゃなくてもいいんですが、だいたいこのぐらい振り込まれたっていう数字ですね。しかも別にイラストを描いて稼いだ収入に限らず、他の収入も合わせた額です。まあ、ちょっとね最近の数字を見せてしまうと生々しくなりすぎてしまうので、2013年頃僕が30歳の時の数字を見せるとこんな感じですね。1月58万円、2月70万円、3月ちょっと頑張って150万円、4月110万円、5月120万円、6月ちょっと下がって59万円、7月60万円、8月ちょっと疲れちゃったのかな、34万円、9月31万円、10月54万円、11月71万円、12月44万円で、全て合わせて年間で880万円ぐらいですねっていう収入のメモです。フリーランスなので結構収入に落差があるんですが、まあ、今振り返るとクライアントワークだけで10年前なりに頑張っていたなってね思いますね。当時はねあまり人にアピールできるような成果も出せていませんでしたし、この頃はツイッターもあまりちゃんと運用はできていませんでした。確かフォロワー600人ぐらいで、イラストレーターとしての作風もきちっと決まっていませんでしたので、さっき紹介した成果の柱だけではちょっと心もとなかったんですね。そんな中、僕が心の拠り所にしていたのがもう一つの柱、この収入の柱だったわけなんです。今月俺何してたんだろうってね、ちょっと自信がなくなってしまった時にはこのメモを見て、あ、でも俺今月こんだけやったんだな、まあ頑張ったじゃんってね、自分を奮い立たせていたわけなんです。まあここまで聞いてね、いやいや自分は学生だからまだ収入ないよっていう人もいると思いますが、そういう人はですね SNS のフォロワーの推移をメモっておいてもいいと思います。最近では信用経済っていう言葉も浸透してきたように、お金よりもむしろ信用の方が大事なんだっていうことで、 SNS のフォロワーの数に価値を感じている人もすごく多いです。匿名さんもですねフォロワーが数万人いるっていうことなので、この月は何人だった、この月は何人だったってね、フォロワーの数をメモしておくのもいいと思いますね。あ、注意としてはとにかく自分の頑張りが数値として反映されているものをメモするってことです。見てへこむような数字はねあえてメモしないでくださいね。例えばフォロワー数がもう全然変わらなかったり、逆に減っているのにそれをメモしていたら、そのメモを見ることで逆にへこんでしまいますから、そういった場合には他の数字を探してください。例えばそうですね、ダイエットの記録とかそういうのでもいいですね。この月は何キロだったけどこの月は1キロ減ったとかね、そういうのでも全然いいと思います。まあ、そういう意味では収入の柱に限らず数値の柱と言い換えてもいいかもしれません。あなたの頑張りが反映された数値をメモしておいて、心に収入の柱ないしは数値の柱立ててみてくださいね。心に能力の柱を打ち立てる。ただね、ここまで聞いてこう思った人もいるかもしれません。成果の柱も収入の柱もまあ、あるにはあるけどさ、でもそれだけで心に柱ができるほど確固たる成果も収入も残している自信ってないな。確かに今紹介した2つの柱、大きな成果を残せていればそれだけで自信になると思うんですが、そうとは限りませんよね。まだまだこれからの人もいるでしょうし、たまたまその年調子が悪くて思うように成果を残せていないタイミングもあると思う。そんな時には3本目の柱として能力の柱を立ててみることをお勧めします。これはですね具体的に何をするかっていうと、その月に読んだ本のタイトルをメモしておくってことです。例えばこれは僕があまり表立って成果を上げられていなかった2018年頃に読んだ本のリストです。まあ、ちょっと全部読み上げると長くなってしまいますのでタイトルは読まないんですが、まあ、1ヶ月3冊ぐらいずつ読んでますね。読書家の人と比べるとめっちゃ少ないと思うんですが、あ、それでも僕としては結構読んだなって思える量だったので、こんな感じでメモとして残しております。こんな感じで自分が勉強したこと、インプットしたことをメモとして残しておくことでも、あ、自分はこれだけのものを自分の中に取り入れることができた、自分の能力アップにつなげることができたっていう、いわば能力の柱を打ち立てることができると思います。これのいいところはあまり気負わずにできるし、そして結果が周りに左右されないってことです。だって読書だったら読めば読んで
んだ分だけ確実に蓄積されますし、収入やフォロワーのように月ごとの数値が上下するようなこともありません。一人で静かに実践できて、それでいて確実に自分のためになります。もうね、読書最強ですよ。まあ、ただね、読みっぱなしだと数ヶ月経つとどのくらい読んだのかなんて意外と忘れちゃったりするんですよね。それをこんな風にメモとして書いておくことで、ああ自分はこれだけのものを自分の中に取り込めて能力アップすることができたんだっていう能力の柱を心の中に作ることができると思うんですね。特にですね、最後に紹介した能力の柱については、どんな状況に至って実践できる最強の方法、自信のつけ方だと思います。誰でも簡単に今日から実践できる方法だと思いますので、たくさん本を読んで心の中に能力の柱打ち立ててみてくださいね。成果の柱、収入の柱、能力の柱、この3本を立てることによって、人と比べて自分はなんだか何もできていないような気がするってね、へこんでしまった時、元気がなくなってしまった時、このメモを見返すことによって、いやいや俺も捨てたもんじゃないぞってね、自信を取り戻すきっかけにできると思うんです。僕はですね、絵を描くにしても何にしても、何かを表現する上では自信ってすごく大事なものだなって思うんですよ。なぜかというと、表現って自分自身の拡張装置だと思っているからです。絵は自分はこう思っていると周りにアピールしたり表現する手段ですが、表現している本人が自分自身に対して自信が持てなかったら、それってちょっと悲しいですよね。だって自信がないものを他人に対して進めなきゃいけない時ほど悲しい気持ちになることってないじゃないですか。そんな悲しい気持ちに誰よりもあなたがならないためにも、ぜひ今日紹介した3本の柱意識してみてください。特に今回質問をいただいた匿名さんはフォロワー数万人という方なので、そこからももうすでに能力が高いことは伝わってきます。それでも自分自身に自信を持てないのは、自分自身がやってきた成果や収入や能力に対してきちっと自分自身で持つべき自信を持てていない可能性が高いと思います。周りと比べるばかりではなく、ぜひ自分自身で成し遂げてきたことに目を向けて、3本の柱を心の中に持ち、そして自信につなげてみてください。諦めないで、応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。それと今回は自分に自信を持つやり方についてお伝えしてきましたが、絵がなかなかうまく描けなくて自信を失っているという方もいると思います。そんな時にはこちらの動画、正直無理に絵を描かなくていいですもおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。大切な情報を忘れずお届けするために、ベル通知音の設定もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。